今、爆笑ヒットパレードの弁当を玉木ディレクターにもらってこいって。お疲れ様です。おぉどうした。いややばいでしょ。来ましたよ。やばいでしょ。やばくないですよ。バリバリなんかペコパさんから聞いたんですよ。なんか聞きましたよ。なんかお年玉もらえるって聞いて待ってあげるけど映っちゃう。最初に事務所もらっちゃう。いや全然大丈夫ですよ。そんな大丈夫。同じニュース切ってる仲間なんだ。大丈夫です。でもう出番終わったの。今からですね。今からなの。あと1時間くらいしたとかもこっちで先に見えるから。すげえな。でも大丈夫、まだ70人ぐらいしかいない。ツイッターライブやってもずっとこんなのよ。70の前で喋ってたんですか。富山の無駄遣いしてるじゃないですか。93、4万人フォロワーいて、これ俺朝6時からやってんの。なんでどういうこと。ほんでここに入れてもらって、勝手に入れてもらって。嫌な年明けだな。ここから出ていくなって言われて。隔離されてるんですか。あと映さないでくれ。ポンちゃん出ないですか。ポンちゃん出ない。呼ばれてないから俺。呼ばれてないからどういうことだっていうことを朝6時に見つける。何してる。知り合いの玉木に呼んで、頭に寄せてたけど、玉木ディレクター呼んで、どうなってんのよ。何してんすか、マジで。やば。すげえな。そうね。で、応援してんのよ。要はフジテレビを見ろと。はい。はい、ワクションヒットパレードを見ろっていうのを朝6時からずーっとやってる。いや、やめてください。なんでそんなことするんですか。4時間。いや今年呼ばれてないから、はい、やっぱ今年俺とフジテレビの関係性をうまくつなぐためにはやっぱ正月応援した方がいいだろう。ここでコミ言っとこうみたいな。ずっとやってんのよ。切れるんじゃないですよ、フジテレビに。おめえらじゃないんですか。もうそれやったところで今時代が違うから。やっぱり応援しようというんだよ。そうなんだ。ずっと応援してんのよ、ここで。そうですか。アップデートされてるんですね。そう。あれやってくんね。ツイッターかなんかで入れてくんね。あ、いいっすよ。このこと。竹山さんやってるよっていうのは。竹山がずっと、はい、フジテレビ応援する配信やってる。ツイッター見ろっつって。世の中の人が知らなすぎる。今、学校の4年生2組分ぐらいです。そうね。94万人中の70人が見てる。寂しいなぁ。2クラスですね。2クラスなんだよね。頑張ってください。あ、ちょっとお年玉あげるよ。マジありがとうございます。すいません。ごめん。うわぁ、嬉しい。先輩からのお年玉。うわぁ。うわぁ、嬉しい。今年初お年玉ですね。1000円だったんだ。マジで。ちょっと一回返して。竹山さんからもらうお年玉。ちょっとお前、俺の財布持ってこい。俺の財布持ってこい。竹山さん、さんまさんは1万くらい。分かった。これうちのスタッフが用意したからだ。そんなありえないだろう。サラリーマンだから知らないんだよ。すげえ。マジだこれ。マジ落としだ。いやだってよ。EXIT よその事務所だからさ。いやとんでもない。うわガチ財布じゃないですか。うわマジか。すげえ。えぐっ。現玉やべえ。言うなよ。俺が常に現玉で持ち歩いてること言うなよ。すげえ。全然そこアップデートされてねえんだ。ありがとうございます。生々しい。マジかこんなん。来てよかった。ペコパ脱いだよ。ペコパこれしかあった。ペコパさんでもそれでめちゃくちゃ喜んで声かけてきたんだ。今行ったらいけるぞ。1万だと思って。じゃもう大丈夫でも事務所行ったら大丈夫。はい大丈夫です。すげえ。配信なんで。ありがとうございます。ツイッターで言っときますね。はい言っといて。応援してる竹山さんも応援しときます。ありがたい。頼むわ。なんか俺もよくわかんないことやってるから頼むわ。あとさんま師匠と同じ額くれたって言った。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。絶対いなくならないでくださいね。あの見てる人たち引き続き見といてくださいよ。ありがたいね。アビプラもお願いします。じゃあね、またね。またお願いします。失礼します。ありがとうございます。ございます。すげえ。すごいね。これ大丈夫なのかな。多分表でやってくれたんじゃないですかね。竹山さん、1000円やったんですね。これ、なんか1000円知らなかった。1000円とか恥ずかしくてダメでしょ。ダメだ、同
同じ事務所はよその事務所でエグジットで1000円とかダメだよ。すごいね。でもかまいたちネタ、かまいたちがネタやってますから。すごいね、いけんだね、エグジットね。すごいですね。え、でもバタバタっときたお年玉やばいっすよ。もうどうしようかね。あの1000円はやっぱダメだ。はい、それは。はい、もうでも来ないでしょ。いや、やっぱ伝えてくれるんじゃないですか、イグジットも。でも事務所でダメだもんね。はい、ね、こういうの配信とかやってなかったら全然 OK だけど、はい、こういうのやってたらダメだもんね。はい、うん、すげえ。すごいね。はい、すごいけど見てると全然増えないんだけど。やって100人ぐらい。あ、今ロッチがネタやってます。お